おはようございます。旭ヶ丘町内会の皆様、旭ヶ丘町内会の久保でございます。6月9日の朝7時48分の放送になりますけども、明日はですね、月に一度の、まあ、定例会ですよね、10日に毎月行われておりますけども、先月に引き続き今回もですね、6月10日の定例会は各区長さんに、まあ、回覧板の、ね、ネタを持って帰っていただくだけということになります。そして運営部の方は特に、ね、ご用事のない方は出席される必要がございません。ただね、来月はさすがに会議をしていこうかなと思います。だいぶ安全管理も行き届いているようですし、それからね、あちこちでもう緊急事態宣言も解除されて長いですし、社会活動は元通りになっていると判断されています。7日会の方もね、自治連の方も7日会で、再開されてますんで、まあ、旭ヶ丘町内会の会議室はね、窓全開にして、それぞれマスクをしていただいて、手洗いを徹底していただく、それから、まあ、ビジネスのある方はご出席をね遠慮していただく形で、あとはもう自己判断ですね。どうしてもちょっと怖いよという方は回覧板のネタを持っていただいて、そのままお帰りいただいても結構です。特にね、連絡事項がたくさんあるわけではないので、まあ、やっぱり短い時間で終わるかなというところですよね。まあ、10分15分、長くても30分で終了するような見通しでございます。おおむねお渡しした文章を読めば分かるようにしておきますので、特にね、口頭でなければ申し上げられないことはございません。まあ、何と言いますか、やっぱりね、月に一度ぐらい、古い考えですけども、実際にお会いして、まあ、言葉交わし合うことによる意識の統一っていうのもあるのかなと思いますんでね、ずっとこの文章のやり取りだけでも、まあ、さすがに無理が出てくるのかなって気もしないでもないですんで、本当に短い時間でね、今までのように、まあ、がっつり1時間ってことではなくても最大で30分ぐらいを予定するのが7月10日の、まあ、定例会の見通しということにさせていただきます。さあ、それではですね、定例会明日のことですけども、読み合わせをさせていただきますね。まず自治連からなんですけども、新型コロナウイルスによる行事中止のお知らせがございました。なんとですね、来年の1月に至るまで行事が中止ということでございます。具体的な中止の行事なんですけども、11月8日のふるさと祭りですね、こちらの方は中止が決まっております。で、バスハイキング、健康バスハイクが10月11日に予定されてましたけども、こちらの方も募集はありません、実行がありません。で、学ユニカル大会の夏大会、新春大会、これ夏大会は6月、新春が1月なんですけども、これも中止ですね。ということで、大きく見て、自治連の方では来年の1月までは行事をしないということになりますので、さあ、それをね、やっぱりかいくぐって町内会レベルの催しをやっていいもんかどうかなっていうところがございますので、基本的にはね、2020年、これはまだ決定ではないですけども、夏祭りはまあ中止と、その他のふるさと祭りは否応なく中止と。で、敬老会もおそらくですね、町内会館に集まってやるというよりも、もう福山市の方から該当者の方に記念品を送って終わりという流れになるんではないかなと思いますけども、追ってまた連絡させていただきます。そして年を明けて1月なんですけども、餅つき大会をねさせていただきました。まあ、ちょっと前はとんど祭りみたいなのだったんですけども、こちらの方もね、野外とは言いながらも準備に結構ね3密をやってしまうんですよね。ということなんで、まだ決定ではないですけども、できるかどうかわからないという腹積もりでいてください。となるとですね、2020年度は何の行事もないということになっちゃうかもしれないんですよね。これは4月当初私申し上げた通りなんですけども、まあ、行事がなくてもやれることはあると思いますんでね、それこそ来年の行事に向けて、しっかり備品を整備したりとか、予算をきちんとね、普段使えないことに使ってみたりとか、町内会館の修理修繕をしたりとかね、こういう時だからこそできることをしっかりやっておけばいいのかなと思います。そのための1年間を使うということでもいいのではないかなと思います。まあ、ただね、やっぱりこう少なくとも三役総務役員さんキーマンの方にいろいろとねお考えを聞きながらいかないと、私が何でもかんでも独断で決めていいものではないと思いますんで、皆さんのお考えとかをやっぱりね尊重しながら、私はただ個人的な見解で動くんではなくって、まあ、皆さんの意見を取りまとめて、まあ、最善と思えるものを選択するその責任があるだけかなと思っておりますので、何でもかんでもね私が決めることはできないということはここで申し上げておきます。で、次なんですけども、旭ヶ丘町内会活動報告です。事前回収6月21日朝7時半から、こちらの方はね予定通り開催です。小雨ならやっていきますので、中止の連絡がない限りはあると思っておいてください。
中止の連絡はね、一部間に合わないかもしれませんけども、どうしても間に合わなければ車を走らせるぐらいのことは、ね、しようかと思いますので、ご協力お願いします。はい、でおしゃべりガレージ6月は中止になりますね。次回開催は10月になります。本当にね、皆さんありがとうございます。その他ですね、救急救命会6月に予定されていたんですけども、こちらの方も中止ということで連絡がいただいております。本当基本的には行事中止ばかりなんですけども、詳細はまたお問い合わせいただければと思います。で会員世帯数になります。6月8日の時点で405になりまして、自治連への協力金が1個あたり400円なんで、今回16万2千円の協力金を旭川町内会の予算から皆さんから集めさせていただいた町内会費から自治連の方にお渡ししました。で訃報は届いておりません。で会長からの連絡ということで、私からなんですけども、新型コロナウイルス対策に関する広島県での自粛要請も解除されておりますけども、まあ、これからもね、一度身についた衛生意識ですから、このまま保っていこうかなというところでございますね。で6月21日の資源回収なんですけども、こちらご挨拶田中副会長がしてくださる予定でございます。ご無理なくご参加ください。で年間行事につきまして、夏祭りをはじめ、開催が非常に難しくなりました。追ってこちらの方は回覧させていただきますが、夏祭りとそれからね、ふるさと祭りに関しましてはもう中止が確定ということなんで、各推進委員の方はちょっとね、今回はやることがないかなというところでございます。その他のことでお願いすることがあるかもしれませんので、その際はご協力よろしくお願いします。で次なんですけども、マスクなんですけどもね、マスクアベノマスクが届いてるんですけども、まあ、ほぼねマスクいらない状態なんではないかなと思います。ちなみに通信販売では買えない日は1日たりともありませんでしたので、今回もね通信販売の QR コードをつけておきますので、どうしても必要な方はそちらの方でご購入ください。現在1枚あたり12円から15円というのが相場らしいですね。一時期は60円から70円ということがありましたけども、まあそれでもね、1枚60円70円の方がこういうふうな1枚200円のマスクよりは安上がりだったかなと私は思うんですけども、いかがですかね。はい、では行動予定表6月になります。6月の10日の定例会は申し上げました通り、回覧材料の配布のみになりますので、各区長さん取りに来てください。で区長さん来てくださらないと、誰かが欠席されたお宅までね、区長さんのお宅までお持ちすることになりますので、できればねそれを当てにするんではなくて、ご自身で取りに来るということはね、今回していただきたいかなと思います。取りにさえいらっしゃらない方もやっぱりおりますんでね、ちょっとそうなると誰かが割を食うみたいな状況になりますんで、お忙しいところだと思いますけども、今まで通り出席といいますか、取りに来ることだけはちょっとやっていただきたいかなと思います。で6月10日の西谷道路の清掃は延期になりましたので、多分もうこのままやらないかもしれませんけども、次回の予定は今のところ決まっておりません。10日なんですけども、春の剪定作業緑化推進部の方であるそうです。こちらの方はねどうなるのか私も分かりませんけども、されるのかな。であと夏祭り実行委員会を10日に開催しようかなと思ったんですけど、こちらの実行委員会もございません。すでに書面で配布させていただきましたけども、もうやらないことが前提で、じゃあやらないことを決めましょうみたいなね、招集の仕方っていうのもどうなのかなと思ったんですよ。もうね、やらない、中止ありきで推進会議第1回目をやるっていうのもなと。でこの時期に夏祭りをやりましょうっていう、ね、方もなかなかいないと思いますので、仮にいたとしても今度は町の方が付き合ってくれるかなってところも大きな懸念材料としてあります。まあそのね、一番の要因っていうのが、自治連の方で活動がね、もうふるさと祭りまでないわけですから、来年の1月までないわけですから、そこをしてですね、来賓を呼んだりとか各関係者に声をかけてっていうのがなかなかね、なかなか難しいなというところでございます。今回夏祭りの実行委員会はないということでご確認ください。その代わり別のことでね、ご協力いただくことがあるかもしれません。21日は資源回収ですね。6、7、8区の区長さん、それから三役の方、子ども育成部の方、有志の方で、やっていこうかと思いますので、よろしくお願いします。はい、で重ねて申し上げますけども、6月予定でした救急救命講習会も中止になっておりますので、ありません。で7月なんですけどもね、定例会が10日にございまして、敬老会の実行委員会もあります。これ12日ですね。ただね、敬老会自体が開催が困難ですので、この件につきましてはまたね6月中に書面で、
該当者の方には連絡させていただきますね。多分このままなくなるんではないかなという気がしますけどもね。19日資源回収でございます。4月19日ですよね。旧十区長、それから防火防災部の方、三役の方、有志の方で、やっていただくことになります。19日が中央公園の草刈りでございます。1から14区の方、三役、有志、19日学区の一斉速攻清掃ですね。家の前の溝を清掃することになります。そうですね、今回の連絡は以上です。それから補足なんですけども、これはちょっと見逃せないなっていう連絡が来ております。一つはね、防災なんですけども、やっぱこういう時期だからでしょうか、やっぱりね、泥棒が我が町にも出るかもしれないということでございます。防犯対策をしっかりと整えていただきたいかなと思うんですけども、私がね、おすすめする防犯対策っていうのは2つほどありまして、一つはね、家の車庫に車があることですよね。車があれば人がいるというふうに感じますんで、なかなかね、じゃあ車をそのために買いましょうってことにはならないと思いますけども、まあ なんとかね、車をなんとか車庫に止めれるようでしたら止めておいた方がいいのかなとかね。あとは自転車をお持ちの方は倉庫に入れとくんじゃなくて、玄関の付近に自転車をドンと置いとくことによって、あ、ここの家の方は自転車があるってことは人がいるのかなと思っていただくこともできるということでございます。でもう一個有効な策は、これから暑いんですけどもね、皆さんクーラーつけると思うんですよ。でお出かけになる際もクーラーはつけっぱなしにしておいてください。クーラーの外気、室外機ですか、あれが回ってたりとか電気メーターが激しく回ってると、その家の中には人がいるというふうに、プロの泥棒は判断するそうです。このプロの泥棒はっていうところがミソですよ。プロの泥棒は在宅してるかしてないかってことをいろんなねリサーチで知るんですよ。例えば玄関の前の清掃ができているかどうかとかね、ゴミがちゃんとゴミの日に出されているかどうかとかね、その一つに車があるかどうか、自転車はあるかどうか、それからこう家の中の電気がついてるか、エアコンがついてるかですよね。エアコンつけっぱなしで出かける人ってあんまりいないと思うんですけども、防犯のためにはエアコンをつけっぱなしにして出かけてください。そうすることによってね、あ、ここエアコンが動いてるってことは人がいるんだろうな、やめとこうってなりますんでね。以上のような形でございます。で、一番の防犯は隣近所と仲がいいってことなんですよ。で、隣近所と仲良くって、あ、お隣さん、あのお宅にはこの人とこの人とこの人しかいないなってことになると、見慣れない顔ぶりがそこにね、うろちょろしてると、誰だろうっていうふうになってね、それが何よりの防災になります。それからですね、ご近所同士、声を掛け合うことですよね。泥棒しようかなと思ってこうやって歩いてる人が、近所の人にこんにちはって声かけられたら、それだけでね、もうね、入るのやめようかなと。注目されてるなって気になって、その町から去るってことになりますので、これはね、スーパーでもね、スーパーの万引き防止でもあるんですよ。万引きしそうな人に声をかけるんですよね。何かお探しですかっていうふうにやると万引きしなくなるっていうね心理が働くそうなんですよ。まあそういった形でお互いに声をかけ合うこと、知らない人でも声をかけ合うこと非常に重要になっています。まあ最近でしたらね、幼い女の子とか男の子に声をかけるとなんか声かけ事案とか言われますけども、いや声をかけることってものすごく重要なんですよ。声をかけないことが犯罪に近くなり、声をかけることは防犯になるわけなんですよね。この辺ね、声をかけてそこから、かどわかすみたいなこともありますけど、そういうね小さい事例を全体に広げるんではなくて、やっぱり基本的には声をかけ合った方が防犯になるってことにね立ち返るべきだと私は思いますけども、皆さんいかがでしょうか。それでは本日の放送は以上でございます。明日ね町内会の回覧板のネタですか、あれ取りにお越しになる方は慎重にお気をつけていらしてください。それでは失礼します。